お疲れ様ってことで差し入れ。言葉で伝えられない部分は楽器で伝えるんだ。次のライブでみんなでつけようね。バッチリだよお姉ちゃん。こちらから大きなものが近づいてくるのですが、私コーヒー飲むからこれ飲むわ。なんだかみんなと話してたらやっぱりホッとするなって。あたしたちって言ったらやっぱり夕焼けだよな。